こんにちは、夏みかんです。佐賀エメラルドビヨンド東京ゲームショー情報のまとめとアンケート結果をお話ししていきたいと思います。まず東京ゲームショー情報について、9月23日土曜日に東京ゲームショー内で佐賀公式生放送が行われました。イトケンさんたちによるミニ演奏会もあって、現地行けた人めっちゃ羨ましい。私はお家で見てたんですけど、佐賀の電球のうちわを配られてたみたいで、それがすっごい可愛かった、欲しかった。生放送中に喋ってる皆さんもうちわパタパタしてて、もうリアルに熱気がすごいんだなって伝わってきました。さあ、では生放送で分かったことをまとめていこう。まず前の動画でも触れた17の世界について、これについては4つどんな世界か紹介されました。それぞれ古風な街並みが広がる世界、魔女たちが滑る世界、闇に閉ざされた世界、死せる戦士が行き着く世界。なんかね、これは夏みかんの感想だけど、それぞれの紹介スライド見た時に、古風な街並みが広がる世界は佐賀風呂の京、闇に閉ざされた世界は同じく佐賀風呂のファシナトゥール、魔女たちが滑る世界はなんか海の底とかマーベルっぽさがありつつも、色味としてはマジックキングダムの地獄って場所を思い出しました。なんか私は佐賀風呂が一番好きなので、ついつい佐賀風呂ばっかりつなげてしまうんですけど、皆様どう思ったかぜひコメントとかで教えてくださいね。そして死せる戦士が行き着く世界についてなんですけど、なんか死んだ戦士が導かれる世界だよって説明があって、カーツさんが見たことあるキャラクターがいるかもしれないって言ってたんですよ。ってことはミンサガの冥府となんか似てるんですかねって思いきや、ガラハドはいないらしい。これもしかして前の動画で挙げた今までの佐賀で出てきた世界をオマージュしてるって、結構いい線いってるなんて思ってしまった。でも仮にいい線いってたとしても、佐賀風呂に寄りすぎなんだよな。やっぱ違うか。でも見たことあるキャラがいるってどういうことなんだろう、めっちゃ楽しみすぎる。そして主人公たちと音楽についても触れられていました。まず御堂綱典くんについて、前回の動画でも触れた傀儡、これはそれぞれに魂が入っていて操作可能みたいです。ひらめきはなしで別の形で技を覚えるとのこと。テーマ曲は和の雰囲気ではないが、わびさびを意識しているそうです。彼は宮古市の出身らしいのだけれど、この宮古市っていうのが古風な街並みが広がる世界なんですかね。まあきっとそうなんでしょうね。そして吸血鬼シウグナスについて、シナリオは他の主人公より長めなんだそうです。なんかね、 LP があって河津さんが言いかけて、それをその先はって止められてて、それめっちゃ気になるんですよね。あれ何だったんだろう。なんか吸血によって強くなるっていう話で、カーズさんもバンバン血を吸って戦っていいし、それはちょっとって思うなら一切血を吸わなくていいって言ってるんですよね。これはゲームショーじゃなくてファミ通のインタビューで答えてたんですけれども、これ聞いて皆さんどう思われますか？なんか多くの人は吸血したかどうかで展開変わるんじゃないかって思いますよね。ファミ通のインタビューする方もシナリオに影響がありそうってその話聞いて答えてるんですよ。それに対する河津さんの答えは、いやバトルが辛いだけですからっていう風に返してるんですけど、でも私たちは佐賀風呂のアセルス編忘れてないぞって話ですよね。モンスターの能力吸収した方が強くなるけど、エンディング変わるなんて知らないよってみんな最初思いましたよね、あのアセルス編の分岐知った時。ってことは多分このシウグナスの吸血システムにもなんかあるんじゃないかって思っちゃいますよね。考えすぎかな。そして LP とどう関係があるんだろう、めっちゃ気になる。そしてシウグナスの曲は闇の王をイメージした壮大な曲なんだそうです。最初に作った曲はちょっと大人しすぎるってボツになったそうですよ。
で、そう考えると全50曲以上書き下ろしって言われているけど、ボツになった曲も含めるとひとけんさんもっともっとたくさん曲書かれたんでしょうね。いや、それもそのボツになった世界とかボツになった曲たちのことも考えると、どんなに長い時間と知恵を蓄積されて作られたものなのかって思うとね、すごい胸が熱くなる。はい、そしてボーニー・ブレア&ホルミナー・フランクリンの2人にも話ついても話があって、バディモノでこの2人だからできる連携とか戦い方みたいなのがあるらしい。音楽もなんか刑事ドラマっぽいらしいよ。すごい楽しみ。なんかね、個人的には三角形の物体の謎がどうとかこうとか書いてあるのも見たことがあって、それってサガフロのキューブと関係あるってそわそわしてるんですよね。もうすぐサガフロに結びつけてしまうな、よくない。さて、ここからは私が X と YouTube のコミュニティで取ったアンケートの結果も見ていきましょう。まず1週目、主人公誰にするか、これは X では40票、 YouTube コミュニティ上では9票、約50人の方に参加いただきました。ありがとうございました。重複投票もあったかもしれないし、ゲームの人口に対して母数も少ないので、あくまで参考としてみてください。結果がこちら。これね、東京ゲームショー情報解禁前に締め切ったので、もしかすると今やったらちょっと結果変わるかもしれませんね。特にシウグナスが増えるかも。いや、あの感じだと逆にゲームに慣れてからやるかって考える人が増えて減るのか。でもさ、これ面白いのが、ミドウくんからやるのをおすすめしますって公式で言ってるけれども、そのミドウくんが5割いかないってとこが私個人的にめちゃめちゃ面白いなと思いました。なんかサガだなーって、自由だなーって思いました。私は初見ではアメリアがいいなーと思ってたんですけど、今はボーニー&フォルミナと迷ってます。はい、あと2つアンケート取ってます。今日はそのうちもう1つ結果を紹介したいと思います。サガエメラルドビヨンド略称は、これ東京ゲームショーで公式回答的なものが出てしまったけど、その前にアンケート取ったので見ていこう。これはなんと X と YouTube コミュニティ合わせて約70票回答いただきました。私の X のフォロワー数、チャンネル登録者数に対してこの回答数はかなり大きいと思う。統計的に説得力があるかどうかとかまたちょっと別問題になってしまうんだけれども、でもこんなにたくさんの方が答えてくれたことがめちゃめちゃ嬉しかった。どうもありがとうございました。それでは見てみよう。ドン。いや、やっぱりサガエメが1位ですね。はい。で、その他のところはリプとかコメントをマシュマロで募りました。いただいたのがエビヨン、サガビオ、サガンド、サガラルなど寄せていただきました。他にも略称たくさんあるのは X 内で観測してて、その他っていう選択肢にまとめちゃったから、その他の呼び方してる人は答えにくかったかもです。ごめんなさい。またリポスト、リツイートってやつですね、それをしてくれた後その他の例としてつぶやいてくれてる方もいらっしゃったみたいなんですけど、なんか拾っていいのかどうか判断に迷ったのでここでは紹介しないでおきます。でも反応ありがとうございました。あとどのハードで遊ぶかもアンケート取ったんですけど、これはまた後日紹介したいと思います。いや、ここまで分かってることだけでもめちゃめちゃ楽しみですね。夏みかんチューブではこれからもサガエメの情報を分かり次第話していきたいと思います。まだまだ小さなチャンネルですが、サガシリーズの先行配信をやらせてもらえるのが夢なんですよ。それぐらいの VTuber になれたらいいなと思っているので、チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援してくださると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。